どうです。満点さんです。二人合わせて、箱盛りです。問題。次の条件を満たす、都道府県は、どこでしょう。1、ぶどうの収穫量が、1万トン以上。2、日本梨の収穫量が、1万トン以上。3、県庁所在地の経度が、統計138から139度の間。では、シンキングタイム。正解は、長野県、です。では、また明日。